食べるのがもうたまりません。お、酔っとる。で、今日久しぶりすぎて忘れてる。はい、これです。肉じゃが。はい、じゃがいも肉ずれしにくいメイクインが適していますけども、煮汁を残して煮上げましょう。豚肉を使っても美味しくできます。これ、あー落ちた。まあいいや、こういう時は口で息をするんだ。よいしょ、苦しい。あ、口でも息してなかった今。うわ、また吹き飛んだよ。もう出たがりやな、みんな。人に立ちさせすぎた。この竹串に全ての運命は握られています。お久しぶりです。いや、マジで約1ヶ月ぶりじゃないですか。なんかいろいろあってね、合宿とか、あと何だっけ、あ、実家帰ったりで、あ、東京旅行とか行ったりしてね、なんか日がなかったんですよ。ってことで、まあお久しぶりにやろうと思います、辻先生のお料理教室です。パチパチパチ。じゃあ、じゃじゃん、起動。こんばんは。暑い日が続きますね。本当です。そんな時には追加です。水分たっぷりのシャクシャク食べるのがもうたまりません。え、な、何、ムクシャク食べるって言った今。まあまあいいか。はい、じゃあ今日はこれ、でん、ちょ、てんてんてん、ん、あ、蹴って、調子合わせぶりすぎて忘れてる。はい、これです。肉じゃが。はい、じゃがいも煮崩れしにくいメイクインが適していますけども、煮汁を残して煮上げましょう。豚肉を使っても美味しくできます。だそうです。60分間。はいはいはい、じゃあ材料を見ていきましょう。まずはじゃがいも。メイクイン、メイクイン。普通のじゃがいもじゃなくてメイクイン。ん？メイクインもじゃがいもなんか。まあいいや。で、牛肉スライス 100g。 スライス、おお、酔っとる。まあ 100g、 140g って書いてあるけどね。なんか国産のやつもあってやけど、ちょっと貧乏学生には高いんで外国産にしました。で、玉ねぎ1個、玉ねぎ1個ね。で、グリーンピース大さじ2。グリーンピースこれしかなかったんだよ。はい。で、まあ、だし汁、砂糖、塩、みりん、あんというのはまああるから、はい、こんなとこです。はい、じゃあ始めていこうと思います。作る、じゃあ、美味しい肉じゃがを作りましょう。じゃあ任せろ。てんてんてん。はい、はいはい、はい、了解です。はい、ドーン、瞬間魔法、用意 OK です。はい、ではじゃがいもの皮を剥いてください。はい、これ見てください。この包丁、ニュー、おニューです。なんか買ってみた、これずっと気になってたんやけど、どう違うのかは分かりません。はい、じゃがいも、じゃがいもね、これはもういいんやって。じゃがいもの皮をむく。詳しく。はい、あ、ピーラーですか。え、お、さっき包丁用意してって言ったじゃないですか。ピーラー、え、あ、どっちでもいいんですか。包丁で切ります。チン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 。これ、あー落ちた。まあいいや。皮むきって一番大変だよね。ちょ、皮どうしようかな。なんか、袋袋、いいのあったやん。
ここに落としていこう。で、そうそう、皮むき、私、小学生低学年ぐらいの時に、おばあちゃんにリンゴの皮むきを教えてもらって、で、その時はすごい、自分皮むきめっちゃうめえって思ってたんやけど、なんか、年を減っていくごとに、この無駄な切り方っていうのを自覚してきてね、なるべくこれ薄く切らないといけないんだけど、切り終わった後には実がないみたいな。よし、あ、いい感じいい感じ、これはいい感じじゃね。食べやすい大きさに切ってください。食べやすい大きさですか、こんなんかな。うわー、今すごい痛そう。うわ、黒板の音みたいなした。うわー、これ引こう、これはダメだ、びっくりしたわ。はい、これ動画でもそういう音になるかな。なったら不快すぎるよな。カットしようかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。ちょ、先生、何解説してんの？戻る。はあはあ、オッケーです。水を張ったボウルに。なんか詳しくってある？詳しく聞いとくか一応。はい。はあ、そんなんわかるよ。あ、へえ、色が悪くならんねやな。オッケー。じゃがいもざるにあけ、水気を切る。え、もういいんですか？洗っとこう。水にさらすってそういうこと、もっとつけとくんかと思ってた。じゃあ、はい、ざるにさらして、はい、OK です。 OK、 はい、はい、玉ねぎの皮を剥いてください。玉ねぎの皮を剥く、はい、詳しく詳しく、はい、はい、では玉ねぎの皮を剥きます。はいはいはい、オッケーです。はい。はい。次に切り口から包丁または手で皮を持ち上げ剥いてください。手早く剥くと爪が痛くなりません。へえ、手早く剥けて。オッケー。ラララだ。ラーメン痛くなりそうな匂い。よいしょ。よいしょ。こういう時は口で息をするんだ。よいしょ。苦しい。あ、口でも息してなかった今。はい。オッケー。はい。皮を剥いた玉ねぎを大きめの串型に切ってください。大きめの串型ね。詳しく。はい。串型切りとは、はい、球の形をした材料を縦に放射状に切る。縦に放射状。縦半分にしてから大きさを切り分け、放射線状ね。